皆さんこんにちは。これからはスーパー GT DTM 特別交流戦 GT スポーツレース2の模様をお送りしてまいります。実況は私春 GT がやっていきたいと思います。富士スピードウェイからお送りしてまいります。さあこれからはレース2です。また前回のレース1とはまた違うレースが見られると思います。さあそして間もなくレースが始まっていきます。スーパー GT DTM 特別交流戦 GT スポーツレース2、放送席は春 GT が実況でやっていきたいと思います。さあ今電車動き出したと思います。さあまずスターティンググリッドを紹介したいと思います。ポールポジションはカーナンバー33テヘペロのアウディ RS5 DTM。 2番手スタートはカーナンバー6番ワコーズ 4CR LC5、 ドライバーは元 GT。 3番手スタートはカーナンバー99アウディ RS5 DTM、 こちらのドライバーはアクシア。4番手スタートはカーナンバー11ライスケーキの、BMW M4 DTM。 5番手スタートはカーナンバー12カルソニックインパル GTR のコバ。6番手スタートはカーナンバー64アキツのボディーライン SX。 7番手スタートは西のカーナンバー19ウェットスポーツ LC500。 そして8番手スタートはトムキャッツのクラフトモチュール GTR 3号車。9番手スタートは NSX4WD のキーパー LC500。 10番手スタートはカゲロウのカーナンバー39電装コベルコサード LC500。 11番手スタートはミノヤマトのカーナンバー16モジュール無限 NSX。 12番手スタートはマサネンのオニチャスーパー GT BMW M4 DTM。 13番手スタートはキムハデスの24号車リアライズ GTR。14番手スタートはサクラのカーナンバー4号車 BMW M4 DTM。 そして最後尾スタートはシグレのモチューローティック DTR ということになりました。さあ間もなくスタートしていきます。さあ今レースがスタートしました。さあどうでしょう、1コーナー、さあ4ワイド3ワイドで1コーナー、混乱はないか、ちょっとアキツがはみ出された、押し出された形か。さあその後ろからはどうでしょうか、トップはテヘベロ、2番手にアクシア、3番手にコバ、4番手にライスケーキ、5番手に元 GT、 6番手争いキムハデスとカゲロウが並んでいますが、カゲロウが6番手、7番手ちょっと突進か、まさねー。さあトップはテヘペロ、2番手にアクシア、3番手にどうでしょう、並んでいるコバとライスケーキ、その後ろからは元 GT、 カゲロウ、トムキャッツ、アキツ、さあその後ろマサネンと、こちらは BMW 同士 DTM 同士。さあ10番手に桜上がってきました。11番手にはちぐれ、12番手にマサネン、13番手にキマハデス、14番手15番手ちょっとミノヤマトがコースアウト。さあトップはデヘペロ、
番手にはアクシアワンツーが DTM で、3番手争いどうでしたかさ。コバが3番手に浮上、4番手にモト GT、 さあ5番手争い、ライスケーキその後ろデンソーとクラフトモチュール GTR だ。 100R はどうでしょう。スピード域は明らかにクラフトの方があるか。イン側に振っていくアドバンコーナー、しかしちょっと膨れたか、膨らんでしまったか。しかしそのイン側をモデューロ NSX が抜いていくか。並んだクラフトと並びました、クラフト GTR と並んだ。さあこれの3ワイドあるのか、ちょっと危険か。3ワイドでこのダンロップコーナー飛び込んでいく、ちょっとアキスが当てていく、そしてまたプッシング返していく。さあそして桜が来た、桜が来ました。ここはちょっと混戦だ。影楼が7番手交代、その後ろしぐれがコースアウトを押し出された形。ウトリアがセレが流れている。さあトップはテヘペロ、2番手にアクシア、3番手4番手争い、あーっと何やっている。ちょっとリアを破損したのか、コバちょっと脱輪しましたよね今ね。さあ3番手争い、バコーズと BMW、 レクサスと BMW、 さあコカ・コーラコーナーに並んで入っていく。前に出ましたのは、あーこれは11号車の方です。トップ3が DTM で大変なことになりました、大波乱です。そして5番手に桜が来た、あー 1,2,3,4DTM でになるのか。さあその後ろアキツも来ている、モデューロ NSX、そしてその後ろスーパー GT 勢が固まっている。モチュールとデンソーどうでしょう。サイドバイサイド当たっているダンロップコーナー立ち上がって、さあちょっとその後ろマサレンダー、どうしたんでしょう。ちょっとリプレイが見たい。これはちょっとセーフティーカーですかね、ちょっと現状が分かんなかったんですが、セーフティーカーです。さあトップはテヘペロ、2番手にヤクシア、3番手にライスケーキ、4番手にモト GT、 5番手にサクラ、なんかその後ろ当たってますよね、その後ろ大丈夫でしょうか。6番手にアキツ、7番手にトムキャッツ、8番手にカゲロ、9番手にシグレ、10番手に NHX4WD、 11番手にコバ、12番手にニシ、13番手にキムハです、14番手にマサネ、15番手にミナヤマトです。これで感覚がぐっと詰まって、インディーカースタートで始まります。この SC 分けはセーフティーカースタート、インディースタートで始まります。あとこのトップ2がアウディ、トップ3が DTM でです。そして5位にも DTM の桜が来ている。さあスーパー GT ではちょっと下位の方に進んでいるか。さあこの時ピットに入る人はいるのか。まだこれ早すぎですよね。アクシアは入りました。
クシア入るんですか、ここで。マサネン、あー、そしてちょっと前に出ましたね。セーフティーカーインディスラップの表示が出ました。カーナンバー13号、あ、失礼いたしました、33号車からリスタートしていきます。残り50分のレース、48分、さあ今レースがリスタートしていきます。さあどうでしょう、1コーナーにかけてテヘペロがイン側、フォーワイドアウト側から MotoGT 来たか。 MotoGT その後ろは4ワイド、3ワイドが見えている。これでちょっとも GTM 勢は落ちた形です。2位、3位、4位、5位、あっとここでカルソニックとクラフトが当たった。 GTM 勢はこれ大きく後退、そしてバグっている、ちょっと見えていないか、お互い DTM 勢は結構落とされましたね。さあちょっとカルソニックがコースアウトしている。さあトップは、回走中テヘペロ。さあその後ろちょっとはみ出している車があるか。さあちょっとここ危ないか、ライスケーキ、その後ろ、あ、南本までは大丈夫か。あれ、空き地が落ちている。空き地どうしたんでしょう。空き地何もないですね、ダメージも何もなかった。さあトップはテヘペロ、2番手に MotoGT、 3番手にシグレ、4番手にサクラ上がってきました。5番手に NSX4WD、 そして6番手アロフに並んでいる。クラフトとデンソー並んでいる。しかしここはクラフトに6番手がクラフトのトムキャッツ、その後ろ西が1コーナーオーバーランか、ベッツスポーツ。さあ難なくリスタートはこなしていくテヘペロ。2番手に MotoGT、 3番手争いシグレとサクラ、 GTR と BMW の争いです。サクラはレース1では2位の成績、もしくもあと1周ほどあれば抜いていたと思われます。そのサクラ
さあそして5番手に NSQ4WD のキーパー、6番手にドムキャストのクラスト GTR、 7番手にデンソー、8番手にライスケーキ、9番手にコバ、10番手にアクシア、11番手にキムハレス、12番手にマサネ、13番手にアキツ、14番手にミノヤマト、15番手に西というこの15台になっております。さあ1位と2位は、2秒5の差です。ファステス1分30秒07あ067、これは早い。さあそして3番手争い GTR と BMW、 さあ BMW 止まるか、止まった、前に出ました。その後ろコバが7番手に浮上してきました。そして前ではちょっとトムキャッツがオーバーラン、コーラコーナー、今回日産を読んでいます。さあその後ろアクシアが8番手のライスケーキにアドバンコーナーインナーから飛び込んでいきました。しかしここではいけない。さあ6番手に浮上はコバ、さあアクシアが来た、当たっていく99号車、3号車と当たっていく。8番手に浮上、そしてライスケーキも浮上、7番手に浮上、9番手に交代、大きく交代ドムキャッツ、10番手に秋津です。そしてカゲロウが15番手、これは何があったんでしょう。まさに14番手、さあこの12番手争い、美濃山と西、マサネン、さあこの3台の争いです。スーパー GT と DTM、 あーでもちょっとマサネンのこんにちはスーパー GT の BMW はちょっと遅れたか。さあその前のスーパー GT 勢争いはどうでしょう。ストレート並んだ、レッツスポーツが並んでいく、西が前に出ました。あっとこれはちょっとミサイルのようでしたが、ちょっと怖かった今、一瞬ヒヤリッとしました。さあトップはテヘペロ、2番手ちょっと先ほどのクラッシュに石が関わっているのか。さあテヘペロ2番手、サクラが上がっている。これはレースマンみたいな戦いになるか。そして3番手に元 GT、 4番手にシグレです。5番手 NSXWD と、さあコバが近づいてきた。5番手争い、さっさと抜かないと後ろから BMW の11号車が来ている。さあストレートスピードどうでしょうか。上がってきたカルソニックインプル GTR、 スリップスリムについて、さあインガーに振っていく。明らかにストレートスピードが来た。しかしブレーキ粘る、キーパー前に出ていくカルソニック。その後ろアクシア、それからキツ、アクシアが守っている状況でしょうかね。もしくは抜いたのかな。さあ NSX を抜く、これ守ってますかね。さあセーフティーカーラン中に、タイヤを変えたアクシアです。速さはあります。あっとその後ろスピンをしました、モディーロ。これはもったいない、モデューロ NSX はきつ。さあ6番手争い、 NSXWD とライスケーキ差が縮まってきました。キーパーと11号車の
BMW M4DTM。 さあストレートスピード、 DTM の方が伸びてくるか。スリップストリームを使って縮まってきた。さあどうですかね、ストレートエンド。でもここは抜ききれないか。ああしかしブレーキング止まった。前に出る、しかしクロスラインを取られる。キーパーにクロスラインを取れる、取られる。キーパーがちょっと鼻先前ですが、イン側はライスケーキ当たった、当たった。しかしここは NSX4WD6 番手シシュ、そして美濃山とかピットイン2度目ですかね。これを変えます。アゲローが14番手13番手に空き巣、そして大丈夫かキムハです。さあ10、11、12、13番手。さあ10番手争い、こんにちはスーパー DT のマサネンが抜いていく、抜いていきました。10番手に浮上、11番手にキムハデスの24号車リアライズ GTR。 西も狙っているか。もともとはこの2台はアドバンタイヤの装着ですが、いつもとは違うハンコックタイヤ。ストレートどうでしょう。キムハデスもこれ伸びていくんじゃないですか。キムハデスも伸びていく。さあマサネンに対してコンマ3、コンマ2、インが閉じているのはマサネン。しかしアウト側からキムハデスが来た。しかしここではいけない。その後ろから西が来た。西、しかしここでは仕掛けられない。アキツはそれの逆乗りを狙っている。さあトップはテヘペロ、2番手にサクラ、3番手に元 GT。 ああ3番手争いはコードとモチュール。さあこの GR スープラコーナー立ち上がって、パナソニックコーナー立ち上がったら富士の 1.5キロ、約 1.5 キロのストレート、そこでスリップをついて抜いていけるでしょう。モチュールオーティック GTR スリップについている。コンマ3、ただ思ったよりちょっと縮まらないですね。元 GT のセッティングがもしかしたらストレート寄りなのかもしれません。さあ1コーナーのブレーキング勝負、これは前に行けないか。モチュールオーティック DTR のしぐれ。さあライスケーキ、インガーから NSX4WD6 番手争い、キーパーが前に出ました。その後ろからはアクシアが来ました。アクシアの99号車アウディ RS5DTM。 その後ろマサネが逃げましたね。さあ西が前、あーキムハデスが交代。13番手、12番手にアキツ、11番手に西。さあトップはテヘペロ、もうすごく快走なペースで走っています。2番手にサクラ、3番手に元 GT。 さあこの 3番手争い、表彰台をかけた争いです。その後ろからひたひたとコバのカラソニックインパラ GTR が迫ってきています。さあ最終コーナーを立ち上がって、モチュールがいいか。立ち上がりスピード、モチュールがついてきました。さあコンマ2を切ってきた。 0.1 秒、ブレーキングで詰めれるかどうか、止まれるのか。あここではまだ仕掛けられない。
この2人の熱いバトル、MotoGP 選手とシグレ。さあ、もうこれもダウンフォースが効いてますね。これね、モチュールはおそらくダウンフォース多めのセッティング。さあ、まあ、コーズとモチュールの争い、その後ろ、あ、キツだ、またキツだ。今度はダメージはないですね。ダメージはない。カゲロウが迫ってきました。13番手争いも隠れてしまいました。さあ、ちょっと3番手争いを移していきたいと思います。さあ、13コーナー、インガは開いた。しかしここでは、加速勝負はやはりワーコーズの方がいいんですかね。さあ、ここからのストレート勝負。あー、ちょっとシグレはコースを外れてしまった。これはちょっとこの周はダメですね。そしてコバが迫ってきました。2秒3、アクシアが7番手。さあ、6番手争いも白熱しているか。ライスケーキ、アクシア、 NSX-NWD。 さあ、1位と2位の差4秒8。先ほどとの差はちょっと縮まった形でしょうか。さくら、先ほどの週のラップタイムはさくらの方が悪いです。あ、でも変わらないか。あー、 0.02秒、1000分の2秒しか変わりません、この時代。あ、しかしさくらが結構詰まってきました。4秒切ってきました。さあ、元 GT とモチュールの争い、まだここは続いている。さあ、どうでしょう、コンマ3の差、ちょっとこれは厳しいか。コンマ2ぐらいがちょうどいいかもしれません。ストレート伸びないですね、モチュール。これレグ打ってるのかな。あー、打ってますね。頭打ちをしている。301キロ、イン側に振っていく。ブレーキング勝負、当てていく。しかしビクともしません。そして8番手のライスケーキが入ってきました。ピットにタイヤ交換をします。さあ、10番手のマサネンの前に出ましたね。さあ、3番手に上がっている。モチュールが3番手に上がっている。さあ、ダンロップコーナー勝負、並んでいる、並んでいる。さあ、アウト側からワコーズ来た。しかし次がイン、ワコーズ。しかし次のコーナーインはモチュール、モチュールが前に出ました。しかしこれストレートやられる可能性ありますね。ただその後ろから1秒2まで迫ってきたカラソニックインパル GTR。 1秒2ですね、その差。さあ、3番手争いの後ろからカラソニックも来てしまいました。さあ、しぐれ、その後ろから元GT がアウト側に振って明らかに前に出ました。しかしブレーキ勝負、並んでいる、並んでいる。今度はクロスか。ここはいきません、いけません。さあ、そして NSX4WD、 それからクラフトも入ってきました。そしてそしてキムハです。ハデスが入ってきました、リアライズ。さあ、5番手のコバ持つ。
追いついてきて、ちょっと4打としてますよ。コースアウトしている。さあ3番手争いの後ろからコバも迫ってきた。これは3台の争いになるかもしれません。あーっとちょっと突っ込みすぎた。先ほどからちょっとワイパーを動かしてますね、カルフィックはね。さあ2番手と1番手の差4秒4です。先ほどのアップテヘペロは1分31秒111に対して、サクラは1分31秒111。変わんないんですかこの2人のラップタイム。あーでもこの週は30秒7。サクラはどうでしょう、30秒8。ちょっと開きましたね。さあストレート、あっとコバはちょっと遅れています。6番手にアクシア、7番手にライスケーキ、8番手にマサネ。さあこの後ろ8番手争い、キーパーこんにちはスーパーディティ。この8番手争い、ストレートはスーパーディティでの方が伸びるはずですが、伸びていくキーパー、少し BMW も負けてはいない。8番手争い、あーっとちょっと接触したか、37号車。そして11番手の西が入ってきて、キムハデスの前に出ていくか。キムハデスの前です。それからカゲロウがピットイン、14番手です。さあ NSX4WD、 あー8番手覗いていく。そしてここで横並び、3台横並び、ちょっと見えてないですね。9番手と10番手見えてないですね。お互い見えてない。あ、クラフトが前に出る、クラフトが前に出た。そしてどうでしょう、8番手のマサレンに対してトムキャッツが抜いていけるか、抜いていけるか、危ない危ない。この2人並んでいる並んでいる。キーパーが来たか、キーパーここはいけないか。トムキャッツとさっきからずっと当たっている。これはお互い見えてないですね、この当たり方は。さあちょっと危ない。さあストレート、さあ8番手にトムキャッツが上がってくる。あーすごい、1コーナーマサネンが飛び込んでくる。あーっとトムキャッツがスピンをした。あーこれは痛い。10番手、あきつい。12番手、あー先ほどスピンしたのはちょっとキムハデスですかね。先ほどちょっとマップ上に13コーナーあたりスピンしていたのが見えました。さあトップはテヘペロ、2番手にサクラ、その差は 3.8 秒。あれシグレがいない、シグレが5番手に下がっている。コバが4番手。さあワコーズとカルソニックストレート勝負、1秒を切ってくるか。1秒切ってきました、 0.9 秒。そしてシグレが入ってきました。モチューローティック DTR。 さあこれでクリの前には出られるでしょう。さあそして3番手争い、ワコーズとカルソニック。元 GT のタイヤの状況、ちょっと左フロントがちょっと危ないか。コバの GTR はあまり消耗してないですね、平等に、消耗しています。ちょっとワコーズ前輪が厳しいですね。さあ今回レース2、これが最後のレースですからね。
1回目はテヘペロが勝つ、そしてテヘペロが2連勝するんでしょうか。今回のレース、今回のスーパー GT DTM 特別交流戦 GT スポーツ。さあ立ち上がってくるメインストレート、 0.4 秒の差です。 0.5 秒にちょっと広がりました。さあちょっと立ち上がりミスりましたね、カルソニックはね。しかしスリップストリームで近づいてきた、コンマ4秒の差に近づいてきました。コンマ4、コンマ3、ブレーキング勝負はどうでしょう。カルソニック止まれるか。さあここはカルソニックが4番手、3番手に元 GT。 さあ8番手争い、マサネンと NSX4WD ですが、まだこの争いは続いています。さあストレートキーパーちょっと伸びていかない、マサネンの方がこれは逆に伸びてきている。さあ3番手争いに並んだ、ちょっと当たるか。カルソニックがアウト側から次のコーナー、イン側からどうでしょうか。3番手シュシュは元 GT、 しかしカルソニックが4番手、しかしまだ食らいついていますね、食らいついている。パナソニックコーナー抜けた後は 1.5 キロのストレート、そしてトップが入りました。ピットに入ってくる、同時ピット、アウディと BMW、 そして元 GT 入る、コバも入る、こちらも同時ピットだ。さあそしてワンツーはこれは同時ピットですからあんまり意味ないですね。さあそして3番手しぐれ、さあどうでしょう、後ろからしぐれが来ているが、これは全く問題ないか。3番手元 GT、 4番手にコバ、5番手にしぐれ、しぐれは入ったんですかね、ピットに、ピットに入りましたね。さあしぐれの前には出ました。さあ3番手争いはコーズとカルソニック、あっとアキツ、これはセーフティーカー出した方がいいんですかね。セーフティーカーを出しておきます。もう無限が入って、それから伝送も入ってきました。さあここでセーフティーカーが入りました。レースは22周目、そしてまたアクシアが入りました。これ最高尾スタートですね。そしてライスケーキも入ってきました。さあセーフティーカーインディスラップです。26周目からリスタートになります。さあここから再スタート、
リスタート、セーフティーカー、のリスタート。さあ、さくらが狙っていく。しかし、元 GT も狙っていく。会員がプッシュ。さて、ヘペロが押された形。おお、モチュールが行くのか。モチュール、しかし、ワンツー変わらずか。4番手変わるか、5番、あ、ちょっとこんなん3番手にアクシア、その後ろ大クラッシュ。ちょっと多乱になってきました。さあ、こっからちょっと荒れてきましたね。あー、キムハです。さあ、まもなくレースがリスタート。しかし、この週はまだリスタートできません。さあ、昨日みたいな現象というか、レースワンのようなね、出来事が起こっております。残りこれ12分ほどですね。さあ、これでピットインするマシンは痛みのヤマト。イノヤマトがピットインしました。さあ、ちょっと2度目のセーフティーカーけの順位報告しますと、トップがテヘペロ、2番手にサクラ、3番手にアクシア、4番手にフォト GT、 5番手にシグレ、6番手にカゲロ、7番手にコバ、8番手にキムハデス、9番手にニシ、10番手にマサネ、11番手にトムキャッツ、12番手に NS9WD、 13番手にライスケーキ、14番手にアキツ、15番手にミノヤマト。ホンダ勢が下位を占めています。セーフティーカーインディスラップです。まもなくリスタートしていきます。3度目のセーフティーカー明けですね。さあ、2列の隊列になって、さあ、来た、リスタート。迫力のある3度目のセーフティーカー明け。おー、アクシアが来るか。アクシアが来た。ブレーキング、誰だ、アクシアだ。アクシアが来た。アクシア、それから後ろちょっと混乱か。元GT がスピード。レースは続行中。アクシアが3番手交代、4番手にコバ、5番手にライスケーキ、6番手シグレ、7番手にトムキャッツ、8番手にニシ。後ろは混乱がないですかね。4番手争い、 GTR 同士の接触、モチュールとカラソニック、そしてクラフトもついていく。一番もったいないのはマコーズ。さあ、そしてトップ争いだ。その後ろも並んでいる GTR 同士の3ワイド。当たっているカルソニック、モチュール、クラフト。さあ、5番手争い、5番手シシュアコバカ、トップはテヘペロ、2番手にサクラ、3番手にアクシア。さあ、このストレート勝負だ。4番手にライスケーキ、このトップ4は GTM で
来た。ストレート1.5キロのストレート、これでリードチェンジがあるのか。桜がついていく、アクシアはちょっと追いついていけないか。トップ争い来た。テヘペロと桜並んでいる、並んで1コーナー、1コーナー並んで次のコーナー、コカ・コーラコーナーに向けてサイドバイサイド並んでいる、並んでいる。アウト側から来たのか。いやー、今度は今回は抜けないか。アクシアがこれについていけない。コバが 5番手、6番手にシグレ、7番手に西、8番手にドムキャッツ、9番手にその後ろ3ワイドか、アキツ、マサーネン、N セクション WD。 残り9分のレース、トップ2、トップ3、アクシアはいけそうですが、その後ろは混乱はないですね。さあトップ2、その後ろからアクシアもついてきてますね。ちゃんとんちょっとミスったんじゃないですか。今桜来た、アクシアも来た、アクシアも来た。これは3メーカー、いやドイツの2メーカーの争いになってきましたが、桜が伸びていく、サイドチャレンジ、並んでいく、サイドバイサイド、トルク勝負、桜が勝ったか。クロスラインどうでしょうか。ストレート、あー桜が前、いやまだ食らいついている。アウディのテヘペロ 100R 並んでいる、並んでいる、並んでいる。しかし次のコーナー、アドバンコーナーにはテヘペロ、まだ並んでいるか、まだ並んでいる。アドバンコーナーでもまだ決着がつかない。そうするとダンロップカーブだけ。しかしまだ並んでいるか、並んでいますね。並んでいる、サイドバイサイド、まだ並んでいる、まだ並んでいる、サイドバイサイド。レース1のワンツーが争っている、その後ろからアクシア、ライスケーキちょっと離れている、その後ろからカールソニック、頑張ってもらいたい。スーパー DT 勢、第2レースでは牙を向いた DTM 勢。さあストレート勝負になってきた。これではアクシアもスリップでついていける距離、トップ争いどうでしょう。残り7分を切った。ちょっとこれはテヘペロ一貫なったらちょっと長い7分間かもしれない。さあトップが桜がブレーキング、どうでしょうか。インガはインマキした、アウディインマキ、インマキした、前出た、桜が前に出ました。しかし3番手にアクシア、しかしまだ終わってないですからね。こっから食らいついてダンロップカーブといった形でしょうか。ダンロップコーナー、さあ4番手争い、ライスケーキ、カルソニック、モチュールといったこの456、コバはちょっと抜けていないか。さあその後ろ、あーキツが来た、10番手争い、カゲロウとデンソー並んでいる、サイドバイサイド、ちょっと突っかかってしまったか。13コーラインガーモデューロ NSX、 しかしここはいけない、あーいったか、インガーは入る、あちょっと失礼しました、カメラがちょっと、あーっと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 、デンソーがかけろうですか、ダメージはなさそう。トップ朝倉、あー 1.5 キロのストレートではちょっと抜けないか、抜けないか、テヘペロ、これはちょっと勝負あった感じか。今回は
ったらまだコンマ6ですからまだ分かりません。さあ美濃大和と NSQWD が並んでいます。12番手争い、キーパーと無限 NSX です。 100R でアウト側から行くか無限 NSX、 しかしここではいけない。ではここは仕掛けられません。さあその前では9番手争い、キムハです。あ、7番手争いですかね、ま、7番手から後ろ、トムキャッツ、西、キムハです、アキツです。トップ争い1秒に離れた。3番手のアクシアもちょっと追いつけていない。ライスケーキはどうでしょう。ちょっと後ろで、あ、ちょっとカゲロウがコースアウト。さあその前では、あ、これはスーパー GT のモテギのね、ポイントランキング争いで争っていたこの2台ですね。キーパーとはコーズ、争いもちょっと面白いか。無限と伝送並んだ。サイドバイサイド、カゲロウが抜いていきました。そして西と秋津、ここでは仕掛けないか。当たっている、当たっている。あー、ちょっとキムハデスを押し出した形か秋津。その前で、いや、なんか今スピンしたような形が見えましたが、何もなかったですかね。あ、ライスケーキが6番手下がっている。さあキツと西の争い、8番手争い、モジュールとレッツスポーツ、8番手争い、ストレートはウェッツが伸びていくか。伸びてきたウェッツスポーツ、並んだままサイドバイサイド、どうでしょう。アウト側から西、ここはちょっといけなかった形か。トップ朝倉、昨日のレース2位で終わったけれど、今のレースでは桜がトップ、2番手にテヘペロ、3番手にアクシア。これトップ3が DTM デーで染まるのか。コバが今猛追モード、6番手から後ろがちょっと離れていますね、8秒後ろ。おっと、ウェッツスポーツが10番手まで下がっている。これは何かあったんでしょうか。カゲロウとミノヤマとの差がちょっと縮まってきていますね。さあこの後方は団子になってきています。さあファイナルラップに入っていく。35周目ファイナルラップかと思われます。もう3秒後ですね。さあコバとアクシアの差が1秒6。2月23日、今日がコバの誕生日、誕生日に表彰台が欲しいところ。その後ろはどうでしょうかね、西まで。その後ろか、元 DT が前に出る。あーっと、マサネンが失敗した。
並んだ。エリエテキ UWD に前を行かれる。そしてカゲロウが来ましたが、これは抜かされずに済みましたか。あとはファイナルラップ表示になりました。電車トップはさくら、2番手にテヘペロ、エース1の覇者です。3番手4番手はどうでしょうかね。ちょっと開き始めましたか。最終コーナー立ち上がってきたのはさくら、1番で来ました。スーパー GTD チーム特別交流戦レース2、優勝はさくら、2番手にテヘペロ、3番手にアクシア、トップ 3DTM、 4番手にコバ、5番手にシグレ、6番手にライスケーキ、7番手争いどうでしょうか。アキツとクラフト GTR 並んでクロスフィニッシュか。並んでモデューロが前、8番手にトムキャッツ、9番手にキマデス、10番手に西、11番手にモト GT、 12番手、13番手、NSQ&WD、それから12番手がマサネンですね。そして14番手、カゲロ、15番手に、ミノヤマトという15台がチェックいたしました。さあ、優勝はさくらです。おめでとうございます。最後尾スタート、ほぼほぼ後ろからのスタートでした。今回予選は出走できずとなってしまいました、さくらですが、優勝しました。